新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2022年なんですが、デラスの新商品といたしましてがリリースされることになりました。新年明けましておめでとうございます。キレダスチャンネルの海です。昨年度はキレダスを通じてたくさんのチーム、そして指導者、保護者、選手の方々と交流することができました。キレダスを伝える立場でたくさんのチームに足を運ばせていただいたんですけども、逆に私の方がたくさんのことを学ぶ機会となりました。今年はですね、その経験を踏まえて引き続きたくさんのチームに、キレダスの良さ、また投球送球についての情報を、お伝えしていきたいなと思うんですけども、その中でも今から、野球を始める少年たちに一人でも多くキレダスを通じて投球送球の楽しさを広めていきたいなと思っています。またキレダスをノーマルタイプをたくさん投げれる選手たちは増えているなと実感を持っているんですけども、アスリートタイプもしっかり投げることができる選手を一人でも多く育てていきたいなと思っております。今年もより一層精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。来ましておめでとうございます。キレダスチャンネルのカメちゃんです。今年の4月からキレダスの社員として働き始めたんですけど、まあいろいろ初めての経験をさせていただき、まあ技術面だったり知識だったりをアップデートできた年だったかなと思います。今年も知識や技術をさらにアップして、まだ現役の選手なので結果を出していきたいなと思ってます。皆さんと知識を共有していきたいと思うので、動画や SNS 等も見てください。よろしくお願いします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。ムージョンです。2021年はたくさんの方にキレダスの体験使用していただき本当にありがとうございました。またキレダスを通じてたくさんの方に出会えたことを本当に嬉しく思います。2022年もキレダスを通じてたくさんの方に出会えることを楽しみにしております。2022年なんですが、キレダスの新商品といたしましてを発売させていただきます。投球もそうなんですが、でも一人でも多くの方のサポートができればと思ってます。今年1年また全力で頑張らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、新年明けましておめでとうございます。つぐりゅうです。2021年度はですね、本当にさらに多くの方に、キレダスを、使っていただいてですね、もう本当投球送球が良くなったとか、これまで悩んでたコントロールが改善されたとか、まあ純粋に投げれることが楽しくなったとかいうですね、本当にたくさんのありがたい、嬉しい声をいただいてですね、2022年はですね、まあより一層ですね、皆さんのお役に立てるような、そして野球界に貢献できるようなことをしていきたいなと考えてます。で、年末の LINE アットの会員さん向けにはですね、告知をさせていただいたんですけれども、2022年一発目、ジャンということでですね、打つ方のですね、キレダス理論を応用した、このキレダスバットが、リリースされることになりました。まあ、これはですね、一言で言うと、まあ、キレダス理論を応用したですね、しっかりですね、ボールに力の伝わる、スイングフォームに、なるようにですね、作られたものなんですけれども、まだ詳細はですね、まだ完全解説としてですね、動画を上げたいと思いますので、はい、また見てみてください。ね、2020年、また、皆さんのですね、少しでも、投球、送球、そしてバッティング、野球全般ですね、関わるような、役に立つようなですね、情報を発信していきたいと思うので、また今年もよろしくお願いします。